高周波回路は講義の定義として電気回路の一種で集中定数回路では扱えず分布定数回路として扱う回路あるいは電子部品が高周波で動作するとき低周波で設計した場合の動作と一致しないような回路のことである。なお最近の製品では部品の小型化や IC 化により集中定数での実現が一般的になってきており 数 g h ヘルツで動作する回路であっても、分布定数がほとんど使われないため、後者の定義となる。無線機の回路の場合は、マイク変調入力、検波出力スピーカーの回路を低周波回路と呼び、それ以外のアンテナまでの回路を高周波回路と呼ぶ。極光周波の世界では、量子力学のように信号と波が同じように扱われるため、電圧と電流が同時に計測できない。 そのため、エスパラメータなどの電力で考えて設計する。また、回路素子が持つ微小な浮遊容量、浮遊インダクタンスが素子特性に影響する。さらに、信号が波として電波するため、信号を計測するのに不確定性原理が作用する。浮遊容量、浮遊インダクタンスを含めたインピーダンスのマッチングが重要になる。根本的な考えは、 マクスウェルの方程式から導出される高周波信号の電波方程式によるプリント基板や集積回路内部の電磁場解析はもっぱらコンピュータを用いてマクスウェルの方程式を解く回路の配線、抵抗、コンデンサインダクタンスなどはおよそ 1GHz を超えるような高周波で特性が変化しそれぞれに抵抗、コンデンサインダクタンスが 新たに存在する透過回路に置き換わる。また、一般の CMOS で構成されたトランジスタでは遅延時間が大きいため、高周波回路は専用のトランジスタを用いて回路を設計する。数 GHz 以上の回路ではガリウムヒ素などのトランジスタを用いられることが多かったが、近年は主ゲトランジスタや RFCMOS が一般的になりつつある。 使用周波数の高い半導体素子では、静電破壊に弱くなる傾向があり、使用時に注意する必要がある。高周波回路は、特性の変化を考慮して作られ、設計の段階で特殊な技術を要するため、設計には高周波技術者と呼ばれる専門の技術者が当たることが多い。企業内では、無線屋さんと俗称されることもある。デジタル高周波回路では、 最新の CPU に部分的に利用され、アナログ回路として、携帯電話、無線 l Bluetooth など、無線通信やラジオの回路でも利用されている。入力信号を減衰させた信号を出力する、高周波部品。減衰機。入力信号の交流成分のみを出力端に出力し、直流成分を遮断する高周波部品。 基本的な回路構成としては入力端と出力端が容量結合されている。入力信号の交流成分にバイアスの直流成分を合成した信号を出力端に出力する、あるいは入力信号の直流成分と交流成分を分配した信号を2つの出力端から出力する、公周波部品。 例えば50オームと75オームのインピーダンスの変換に使われる高周波部品。抵抗やトランス、マイクロストリップを用いたものや、オペアンプを用いた不インピーダンス変換器などがある。平行、不平行変換回路。ありがとうございます。